皆さんこんにちは、はるかです。今日はね、ちょっといつもと違って雑談動画を突然なんですけどしてみようかなと。なんか私あんまりおしゃべりが本当に上手じゃないのでの形は今回だけにするか、ちょっと続けてみるか、まだちょっとお伝えはできないんですけど、とりあえず今回ちょっとやってみますっていう感じです。私が去年そのちょっと3ヶ月ぐらい動画休んでた時があったと思うんですけど、なんかその時のことをどっかのタイミングでお話ししたいなと思ってたので、多分私も食べながらですけどタラタラ話しちゃうので、皆さんもぜひタラタラ聞いてください。ちょうどね、今自分的にキリが良くて一服しようかなって思ってたので、これね、最近ハマってるライスプリンって言うんですけど、また後で話すと思うんですけど、年末にセックス・アンド・ザ・シティを一気見して、その中でキャリーが女子会するときに結構ね、このライスプリンっていうのを頼んでたイメージがあって、なんだろうなと思って見てみたんですけど、要はお米と牛乳と砂糖を入れて煮るだけなんですけど、あ、すごい簡単じゃんと思って最近食べてます。そのまま食べてもいいんですけど、私はシナモンシュガーとバナナを入れて食べてます。っていうのも、なんかステイホームをするようになってから、汚い話でごめんなさいね、お通じがあんまり良くなくて、でも自分の中でコーヒーとバナナを食べるとすごく改善されるっていうことに気づいて、最近朝とかお昼とかに食べるものには必ずバナナとコーヒーをこうセットで入れるようにしてるんですけど、すごくそれとも相性がいいです、このライスプリン。そう、それで新年入ったばっかりで去年のことも考えるのもあれだし、別に苦労話がしたいわけじゃないんですよ、全然ではないんですけど、こう覚えておくにはいいレッスンみたいなのもあったので、そういうのはね、こう切り取って自分の未来に生かしていくのもいいのかなと思い、皆さんもそういう時期去年頃あったりしたんですかね。もうみんなが、世界中が本当に大変だったので、今でも大変ですけど、なので皆さんも、そういう時間をね、過ごされてるのかなっても思ったりしたんですけど、今もしくはまさに今そうですっていう方もきっといるんじゃないかな。私の場合は去年の下半期かな、本当に下半期でした。あれはね、おそらくメインは不安な気持ちだったんだと思うんですよ。でそれがもうブワーって爆発した時があって、でピーク、割とそのてっぺんはね、割と早く来て6月7月ぐらいがピークだったと思うんですけど、なんかもう毎晩自然に何を思わなくても涙が出てきますみたいな、そういう感じで毎晩気晴らしに、それが止まるまでアレックスさんにドライブちょっと連れててよって言って連れ出してもらったりしてた時期があったんですね。すごく夜の雰囲気が、なんていうんですかね、私の気持ちに馴染みが良くて、でその不幸中の幸いではないんですけど、その不安な気持ちになる要因っていうのは自分の中でしっかり分かっていて、コロナの影響でこのおうち時間が続いて缶詰状態になってっていうのも 10% ぐらいは要因としてあったんだと思うんですけど、そういうところの疲れというよりかは、なんかこうコロナによってもたらされる影響、例えば多くのことが機能しなくなってしまったり、停滞ストップしてるじゃないですか。まあすごくパーソナルな部分なので、ざっくりで申し訳ないんですけど、言うとその影響が少なからずあって、でそれがもう苦しくてもうポキッとなってしまった時期があったんですね。で私自分の性格とか、まあ、周りからも、言われたりするんですけど、自分の性格を木に例えると針葉樹みたいなところがあって、なんかいいところプラスの面としては、なんか直線的で一本太く通ってんなみたいな、そういうところ、私はこうで絶対諦めないし日々精進できる、そこはね、自分で見てもすごく自分の性格の中でお気に入りポイントではあるんですけど、でも裏を返すと、たまに起こることが起こればバキッと来ることもあるよっていうことなんですよね。で折れちゃうとちょっと修復に時間がかかりますよと。で逆にパートナーのアレックスさんとかは、なんかこうしだれ桜みたいな性格、すっごくこう柔らかそうに見えるんだけど、こう風の方向によってしなることができる、そういう強さがある人なんですよ。ですっごく柔らかそうに見えるんだけど、そういう風にしなれるから、だから折れないんですよあんまりね。すごい強さだなと思ってて、私から見て、で私たちはそういうバランスでこう補い合ってるんだなっていう感じなんですけど、で話を戻すと、私は割とボキッといくこともあるんですっていうことなんですね。大きいのはね、今のところ数年に1回ですね、
3,4 年に1回ぐらい、ほんと箱根駅伝ぐらいな感じで、前にあったのがやっぱりね 3,4 年前で、私が毎回どうやって吹っ切れてたかなと思うと、その時は前触れもなくこうパンって開き直れるタイミングがあったんですね。でそれは本当に前触れなくやってきて、そのパンっていうのがあった後からは、その後はなんかもう大丈夫なんですよ。でも今回待てど待てど、その開き直れるタイミングが来る感じもなくて、でそれはね、その前にぶら下がってる物音が解決するまではっていうとこなんですよ。そこがメインなんですけど、でもそれにしてもこんな続くかっていう感じだったんです。なんかこう悲しいだけの時とか、空っぽになってるだけの時とかあって全然いいと思うんですよ。特に最初の段階の時とかはね、それも感情を整理するこうプロセスの一環だったりもするので、ただちょっとこうそろそろいいんじゃないっていう、ちょっとそろそろ起き上がろうかなっていう時なんですよね。問題はきっかけがないなっていうところだったので、まず自分で働きかけた方がいいのかなと思って、まずセラピーをね、コロナだったのでオンラインだったんですけど、初めて試してみたんです。ずっと興味はあったんですけど、結構私の周りの人たちもなんかメンテナンスみたいな、例えば髪を切りにサロンに行くように、でそれで外見をメンテナンスするように、こう内側のメンテナンスとしてセラピーに行ってみてる人とか普通にいるので、その内側のメンテナンスっていうところでちょっと興味はあったんですけど、ずっと行けてなくて、その時が初めてで、でもあれって自分に合うセラピストを見つけるのがすごい大変らしいんですよね。本当にデートする時と同じような感じで、本当に合うか合わないかっていうところだから、おそらく相性っていうのもあったんだと思うんですけど、一回セッションが終わってみて、じゃあもう一回予約しますかって言ったら、なんかちょっと人が、もしセラピストが変われどちょっと違うかなっていうところもあったりして、こういうのを試してみたらいいですよっていうアドバイスはすごく参考になったんですよね。例えばジャーナルのやり方だったりとか、不安な気持ちになった時の対処法みたいな、そういうのはもらって覚えておくにはすごく良かったんですけどね。で、じゃあそこからどうしたんですかっていう話なんですけど、今振り返ってみてやってよかったなって、私にはあったなって思ったのはやっぱりデジタルデトックス、長い期間デジタルデトックスを取り入れてみたこと、まあやっぱり生活してる上で 100% パソコンと携帯を切って、ずっと1ヶ月も2ヶ月もずっと入れるかって言ったらそうではないんですけど、やっぱり連絡取ったりしなきゃいけないし、例えば必要ない時、寝る前だったりとか朝起きてすぐだったりとかの時に外すように心がける。寝る前の2時間前とか1時間前とかから始めてみてもいいだろうし、すごくそれは良かったです。頭がすっきりする、本当にすっきりする。私結構デジタルデトックスをずっと前から取り入れてはいるので、でそれで一回 Vlog も作ってるので、気になる方はぜひ見てみてください。あとは私セラピーまで試しておいてあれだし、本当になんか最終的に自分すごい単純な人間だなって思ったんですけど、最後の決め手として良かったのはエネルギー転換かな。エネルギーの転換、要はこう悲しんでる時ってすっごいエネルギー使いません？例えば涙流すのにもエネルギーがいるし、一通り悲しくなったら次は疲れて寝るみたい なんかすごくその悲しむっていう気持ちに大きなエネルギーを使うことに気づいたんですよね。要は悲しくなれるほどエネルギーがあるんだったら、それをそのエネルギーを違う方向に変える、ベクトルをちょっと変えてみるっていうこと、あんまりね本当は良くないのかもしれないですよ、良くないのかもしれないけど、私は怒りのエネルギーに変えてました。怒りのエネルギー、そのエネルギーになると体は動いてくれるので、とりあえずね、私はもうその人に全くもって未練とかもないですけど、なんか、ずっと前にご縁があった人が悲しむぐらいなら怒れって言ってて、自分に怒れって
あ、もうどうだなと思って、でもうその言葉だけもらってずっとそれをね頭の片隅に置いてるんですけど、多分それが今回生きる知恵として頭の引き出しの中から出てきたんだろうと思うんですけどね。で、私そのムードに合わせていろんなプレイリストがあるんですけど、怒りを奮い立たせるようなあの音楽のプレイリストを作って、毎回運動するたびにあのエネルギー転換して、で今に至ります。ずっとそのうずくまってる状態から起き上がるにはどうしたらいいかっていうところで、たまにはいいのではないでしょうかということにしておきます。ブラックピンクのプリティサベージがすごく私には良かったです。はい、とにかく何回折れてもいいから、とにかく諦めないというところですね、本当に最後。あとはさっきもちらっと言った年末にあの SATC を全部一気見したのが仕上げだったと思います。多分年末だったかな、年末頃にあのその SATC が戻ってくるっていうのを聞いて、全部全シーズンあのシーズン1から6まで、あと映画2本を全部ザーッと見たんですね。私ね、一回高校生ぐらいの時に、ね、なるべく自分の環境を英語まみれにしようと思ってた時があって、勉強のためにあのその一環で、であの見ようと思ったんですよね、その時に。でも結局ね、シーズン1も見終わったか見終わんないかぐらいで止まったんですよ。なんか全然あの時の自分には多分響くものがなかったんでしょうね。でももう今回もう止まらない止まらない、共感できる点がもうびっくりするぐらいたくさんあって、この7年とかで私は酸いも甘いも含めて本当にいろいろたくさん経験したんだなと思いましたね、改めて。で、見ててすごい途中、え?みたいな、Excuse me? みたいなあのシーンもたくさんあるんですけど、あの総じて全部見終わった後の感覚としてはすっきりテンションが上がるというか、すごくリアルで可愛いシリーズだったなってそういう印象があります。 SATC で好きなキャラがいる方はぜひあのコメントください。私がすっごく好きだったのはサマンサとミランダね。なんかサマンサの耐えることのない性の欲求っていうのはよく分かんなかったですけど、根本的な部分でどう思われてもいいわ、私はこうなんですっていうそういうとこ、セルフエフィカシーで動いてる、なんかすっごくそこが好き でね、彼女の態度もすごくいいんですよ。なんか Hey honey みたいな、なんかちょっとちっちゃいことでもいいことがあると That's fabulous みたいなね、なんかこうセルフセンターなんだけど話してる相手を落とさないでこう包み込んで、自分も相手も両方をこう上げていくっていう、いやーほんといい性格してんなと思うんですよね。あとはミランダね、ミランダはすごく共感できる。なんか悩んでる時の悩みの内容だったりとか、考え方とか、何を優先して生きていきたいと思ってるのかとか、あとこういっぱいいっぱいでやってる感じすごくわかる、うん、あーともう一人言わなきゃいけない、あのミスタービッグね、なんかもう本当にいるよねって思って見ながらちょっとため息ついちゃったんですけど、はーと思ってすごく雰囲気セクシーだし、なんかこう、はいみたいな、こうってこうウィンクしてくる感じとか、こうすごくね、あのこう色っぽくて魅力的だなと思うんですけど、ここぞっていう時にバシッと行くんじゃなくて、なんかこう僕はこう思うんだけど君はどう思うみたいな、そこで聞くみたいな、私が最初に質問してるんですけどみたいなところがあって、あーっていう、まあ魅力的なんですけどね。シーズン6まであるのでこうコンパクトにストーリーを伝えるのが難しいんですけど、ぜひ見てみてください。なんか結構あーわかるっていうポイントがあるんじゃないかなと思います。結局話の中ではいろいろあるんですけど、最後に残る印象はすごくアップリフティングな感じなので、私は面白かったかなって思います。なんかこう気分を上げてくれるっていう意味ではすごく良かったなと思います。でまたさっきちらっと言った通り、あの新しいシーズンが来るじゃないですか。でもね、サマンサがいないからね、サマンサがいなかったらタイトルただのザ・シティですよ本当に、まあ、気になるとこですけどね。あーもうだいぶ喋ったね、うん、ごめんなさいね、なんかすごいつらつらと脈絡もなく、まあの憂鬱な気分になりながらもね、決して諦めず小さいことを積み重ねながら、時には怒り、時には SATC を見ながら生きていきたいなと思います。まあこんな時期なのでね、本当に気長にいければいいなと思います。はいはい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。